はい、2回目です。えー、と、まさこさん、みさおさん、めいさんと、えー、中澤智子で今お話ししております。で、えー、と前回は、まさこさんの進捗をたたき台に、あのそれぞれの今のね、ポッドキャストへの向かい,か言い方みたいな話をしたんですが、今回は、えっ、ー、と、みさおさんが最近、シナジストみさおになられまして、まあ、だったのかな。うん ちょっとシナジーのことなど、うん、皆さんなじみのない言葉だと思うので、シナジー、シナジストについて、ね、ちょっと業界が違うと全然違う言葉として使われちゃうので、うお話しいただけて、私たちも質問できたらと思ってます。お願いします、はいえーとね、シナジーっていうと、ちょっと、ね、聞き慣れない言葉だと思うんですけど、いわゆる1たす1が2以上になる効果。 要するに相乗効果っていうイメージで捉えてもらえるといいと思うんですよね。これ、私、ふっと振り返ったときに、あの理系畑で来てたから、あ、これ理科の実験でやってたやつじゃんとか思って、うん、あの振り返ったら、やっぱりあるものとあるものを掛け合わせるとあの、0になる、1になる、2になる、それ以上になる。 いろんなこう変化あるわけですよね。あの自然界の中に。だけど、その、なんでそこのシナジーに注目したかというと、まあたまたま私の師匠、マーケティングの方の師匠ね、が、あのペーパーバックを出した関係もあって、で、その中で、その自己評価、自分を、その、てうのかな、豊かさの観点から自己分析していって、で、 自分の宝物、強みといったものを客観的に評価して、それをもとに自分のこう、目標を設定しながら、自分の中にある、こう、良さ、使いたいもの、それを掛け合わせながら、また別の、こう、てうのかな、自分の能力開発、あの、価値を高めるような形にも持っていけるし、もう一つは、自分とそれ以外の、あの、 関係性の中あの、まあ、例えばビジネスでも相手がいるわけですよね。とか、あの家族の中とのこうやり取りでも、そのお互いがいることで、あのプラスになってることって結構日常でもあると思うんですよ。で、それふ、ふこう気づかずに、何気にやってる。で、下手するとちょっと喧嘩して、マイナスで,でね、足引っ張っちゃってる。 ケースももあるかもしれれないんだけれど基本的に人間が存在するっていうのは一人じゃ存在できなくていろんなこう関係性でこう成り立ってるわけでしょだからお互いがお互いのいいところを引き出しつつあのそれ以上のパワーを作る価値観を作っていくとより豊かな人生生活仕事がやれるようになってくるわけじゃないですか。でそういった形の 法則をあの使って、どんどん自分の夢を叶えあの、実現したいものをどんどん叶えていきましょうという、そして社会貢献もしながら、こう世界を豊かにしていく。そういう理念のもとに、このシナジストっていうのをね、今回勉強したんですよ。でそれで、私が今年から始めあのちょっと切り替えてやっているシ中水面も人生そのもの、 を見見てていいくくその運気も見ていくんですけど自分の中の宝物、才能、この人生でこう生きていくためのこうツールを、ね、いっぱい持ってきているんですよ。自分にとって自分がこの人生でやりたいことを果たすためのツール。だから人それぞれ持ってきているものがみんな違うわけ。だからないものねだりする必要もなくて、自分の中にあるその力を最大限発揮できるような形で、 使っていったら人生豊かに生きていけるっていうような形で私はそこのところであのこれまでやってきた健康の部分も地中水面によるその運勢開運的な部分とこのシナジーの理論というのが全部統合されてきててすごい面白いなと思っているわけなんですね。 でこれからまたいろんな形でね、ちょっと発信もあのいろんなテーマを扱いながらやっていこうと思うんですけど、今ね、すごくあの自分でこう発信、配信しているというよりは、今、対談がすごく多いんですよ。で、今いらしてるとも子さんとのご縁もなぜか深くて、<laughs> 最初にこう、ね、あのインタビューで私自身の方をやっていただいた後に、今、 まだ編集中ですけど、とも子さんとの対談があって、こう神様とのつ、ね、ながりもあるんですよ、とも子さんね、すごい面白いんですよね。うん、で、そういうところからいろんなこう共通点を持ってくると、なんか未知の世界がボンボン広がってきて、すごい楽しいなと思って、私はね、1、うん、人で話すより対談で話してる方が楽しいなと思って、今やってるところでございます。はい。 あの今ちえさんの登場でちょっと,と途切れましたけどあの三ささんがされているその <laughs> シナジストっていうのが、うん、もうちょっとなんかみんなに分かる形でなんか伝えられていただけたらなって思ってて、うん、なんかもともとシナジーっていう言葉とかシナジストってなんかこう混ぜたり分散したり広げるとかなんかそんなイメージじゃないですかもともとはね で,すよね、で、ミソンさんがされてるっていうのは、そのなんだ意識でその自分の世界とか自分の中にある宇宙とかをもっと広げようみたいな感じでシナジーって言葉シナジストいう言葉を使っている感じですかちょっと違う、うん。広がるのは広がる。あのベースがね、何て言うのかな。 まあ、ある意味、その人生もそうだけど、お仕事も含めて、全体を、うん、なんていうのこう、豊かさの概念からスタートしてるんですよ。それを、うんなんていうのかな。どう表現したらいいんでしょうね、うん。人生を、こう、豊かに、自分の、なんていうの 自分の力をあの客観的に評価して自分の中にあるものをあの再発見というのかな見いだすでそれをどうやって使ったら自分の,あの目標に対してそれをうまく活用できるかっていう、まあ、自分の中での相乗効果と同時に人間はやっぱり社会の中で一人では生きていけないから やはり関係するあのビジネスでのお相手とか家族とかお友達とか周りのやっぱり人間関係そういった中でも自分がこう得意なこと自分が苦手なこと相手が得意で苦手なことそういったものをこうお互いがこう補い合いながらさらに豊かな人生関係性を作っていけるようにする、うん、そうすると もっと豊かな世界が広がってくるということがベースになってるんですよ。で、それを、あの、なんていうのかな、サポート、サポートしていくのがシナジスト。まあ、シナジストという言葉自体がまだ新しいんですけど、うん、うん。あの、それを、あの、自力でやるのはなかなか大変なので、一つそれを理論体系に作った 方が私の師匠、まあ、になるんですけど、でそれがあのシナジーという理論を使って、うまく、うん、自分を客観的に自己評価しながらその、自分の夢を叶えていく、その目標を達成するための,その行動計画までこう設定していく、そして実践して、振り返って自己評価。 をさらに高めてていってどんどんそのサイクルを回して自分自身も成長し社会にもその自分が成長した分をこう還元していけるようなそういう豊かな豊かな人間豊かな社会を作っていきたいというところなんですねでそれをサポートしていくのがシナジスト、うん、という位置づけになります。なるほど どう,ですかどうですか、なんかすご,すごいことが起きそうな予感が、うん。だからね、ここのねああの、その視点から見ると、今ね、私、このコミュニティを見ているときに、おっ、すごいシナジー効果が起きてると思って、ワクワクしながら見てたんですよ。っていうのも、こうみんながこうキャッチボールでチャットにあげるじゃないですか、いろんなコメント。で まあ反応してくれる方は、まあある程度限られてはいるんですけど、でもその中でキャッチボールが起きるっていうことは、そ、そこだけでももうシナジーが起きてる。うん。で、お互いが受けてる部分で自分がキャッチしたもの、自分が投げたもので相手がまた別なものをキャッチしている。で、その相乗効果で、まあ今回だってこのね、えー、回、 ささんんがが投げてててくくれれれたたわけけですけどそれに対しし皆さんが参加してくれたで何かしらやっぱりお話ししたいとかつながっていきたい何か自分で参加することでこう自分のねなんか気づきがあるどっかにあるんじゃないかっていうような部分で参加されてるんじゃないかと思うんですけどそれ自体ももうすでにシナジー。 という考え方なんですよ、私にしとってはね。だから日常生活の中にもうすでにある。ただ気づいてないだけ。で、それを意識して使っていくと、毎日が自分の生活がもっともっと豊かになる。自分をこう成長させたいあの、エネルギーを高めたい、もっといいものにしていきたい。誰だってね、あの苦手も得意もあるから、 苦手なところは得意な人が必ず周りにいるから、そういう人とのこう関係性で、あの、お願いしたり、お願いされたりしながらやっていくと、自分で一人ではできなかったことが、どんどんできる、どんどん活動の場が広がる、そういう環境になってくるな、ということなんですよ。で、このコミュニティの中でも、今、その相乗効果がすごい、こう、最近、 うん起きてるなっていうのをこう肌で感じてて私もねワクワクしながら嬉しいなと思いながらうん今いろんなところこうお話に参加してるところなんですよありがとうございますあのねシナジーの理論の全貌はねなかなかすぐには理解できないと思うんですけれどもあの自分のステージを上げたいねもっとみんなのためになりたい って思ってるけどどうしたらいいかわからない方はぜひシナジストミサオさんにコンタクトを取ってサポートを受けていただけたらいいなと思います。うん、それではいかが一時でするものなんですか <laughs> それとも例えばグループでもできるようなものなんですかうんあのグループでも大丈夫です、うんで。基本的にはまず自分自身の自己分析を やらないと、まず自分の現在地が分からないじゃないですか。はい。だから、まずご自身を、あの、自己評価していただいた上で、自分の強み、あの、苦手な部分を理解した上で、じゃあ、これどういうふうに活用していったらいいのかなっていうのを、自分の中と自分との関係性のある部分とで、こう、考えて、自分が本当は何がしたいんだっていうところを、 見ててい,いいいくくとすごろんな可能性が広が広ってくるだからこれはあのュー睡命でもそうなんですけどねあ<っ>あの自分自身の強みそして自分の人生のこの流れの中でじゃあこのタイミングで自分が今何しなきゃいけないかっていうそういう部分とこう重なるので私はすごく使いやすい。 なんかお話聞いてたらこう自分の持ってるエネルギーがもっとなんか2倍にも3倍も大きくなるんじゃないかなってわくしました。なります、なります。<laughs> う,んうん。ぜひあの気になった方はミサさんまでコンタクトを取っていただきたいし、うん、もしかしたらこの,、ね、あの雑談会的にミサさんのセッションの体験、グループ体験会なんとかができちゃったりしたらできたなと思いまして、今日の。 <laughs> あの、とりあえず一旦ここで切らせていただきます。ありがとうございました。